出たんです。出た、はい、こんな感じ。うわちょっと渋いっすね。なんかそうですね、今回の6なんですけど、ストリートファイターのシリーズの中で一番最新の時代設定になっているので、はい、まあ、先ほど見ていただいたリュウとかチュンリーもそうだったんですけど、このガイルもレジェンド感というかマスター感、師匠感っていうのがある感じになってます。家の感じとかが、そうそう、そう、年月を重ねていますね。だいぶなんかいろいろくぐり抜けてきた感がありますね。しかし後ろのこのカップルね、一、はいはい、つの時もずっとカップルが今だから、はい、あの二人、え、あの昔と、そうそうそう、そうですよ。あんとかずっと、あんとかずっと、あんとかついちゃいちゃう。でも何も進展しないですこの関係のままです。まんま、本当ですね。ここがガイルの新ステージになる、はい、はいはい、空母の、はい、上なんです。いや後ろ綺麗な空母ですね。空母、空母ですね。空母ね、バイロン・テイラーっていう名前の、これは5やってた人にはちょっとね追っていく情報かもしれないですけど、うわ後ろで試合見ずにスクワットしてる人いるその後ろのこの背景がすごく、なんだろう、バイバイしてるのもストリートファイター的な、そうですね、表記とかも飛んだり飛んでますね。いやかっこいい。これなんか色が変わってますね。はい、これ上のさっき言ったドライブのシステムのゲージがなくなるとバーンアウトして結構、はい、ピンチな状況になるっていう。なるほど、はい、ガイルはしっかりブロックを固めてますね。守りが固いガイルはね、よりがこう、ちょっと早く進む、もう1試合ぐらいしませんか。あ、ファイナルラウンドあったらよかった。あ、ファイナルラウンドあります、はい。いやいや、もう上半身がかっこいいですね。昔の技も当然入ってますけど、昔の技と新しい配信はこれ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 、平井さんが好きなの、はい、上見る気聞いてたけど、懐かしいモーション入ってますって聞いたら、はい、入ってるっていうのやから。本当だ。うわ、あの時ちょっと上見てるんですか。そう、ちょっと上見てる。ああ、そう、来た。うわ、どうぞ。うわー、よくぞ決めた。うわすげえ、いや、めっちゃやった。今回のキャラクターにスーパーアーツが3種類ずつ用意されてまして、あ、3種類、はい、レベル、各レベルごとに違う技が、あ、ね、いけるかな。おー、いや、かっこいい。おー、かっこいい。はい、来た。わし、この櫛ですよ。再販お願いします、はい、こんな感じになっております。うん、懐かしいですね。なんかいいですよね、はい、懐かしいけど新しいっていう、うん、彼らもやっぱ成長してるんで、うん、いい。